毎シーズンがやってまいりました。まあ、シーズンはやってきたんですけども、毎日暑くて、本当にあの異常気象じゃないのかなというふうに思いますけども、ただ我々、ここに住む者にとってはやはり季節の通り早く雪が降って、たくさんのお客さんをこのスキー場に迎え入れなければ地域もこう何ですかね、賑やかにならない、こう大いに飲みながら地域のいろんな話題を交換していただいて、素晴らしいひとときを過ごしていただければありがたいなというふうに思います。山ぶどう生産日本一ということで、全国から注目されているとこういうふうに思っているところであります。またなお来年は岩手国体の年ということで、今日は11月20日ですが、2月の20日が確か開会式とこういうことになるわけであります。全国からまだのご健勝ご活躍を記念して乾杯をいたします。大きな声でご唱和をお願いいたします。乾杯。ありがとうございます。この旧足路町時代から地域の皆さんが育んできたこの足路林道が天皇賞を受賞することになりました。これは本当に素晴らしいことで、なんとか我々も頑張っていきたいというふうに思います。今日は農協の山本理事さんもお越しです。みんなでこの足路林道の天皇賞も合わせてこの会で祝って、いただければありがたいなというふうに思います。よろしデザート3種類ご用意いたしました。したいと思っております。これが引き立てて美味しくいただけると思います。パラグアイ、ブラジルのお隣の国になりますけども、そちらの方に海外と、協力、2015年も、残りだいぶ少なくなってまいりましたけれども、一つ、たっぷり